ペラペラヨメナは、菊科昔ヨモギ族の植物の一種。別名、ペラペラヒメジョーン、メキシコヒナギク、ゲンペイコギク、ムキュウギク。葉が薄く、ヨメナのような花をつけることから命名された。中央アメリカを原産地とする。アフリカ、ヨーロッパ、アジアに移入分布する。日本では1949年に、京都大学の標本庫の壁で、初めて確認され、 続いて1952年に金沢市で採集された。当初はニュージーランド原産のビタディニアトロローバとされていたが、1979年に学名が修正された。現在では本州、四国、九州に帰化している。日本では原平古菊、エリゲロンの名で市販されている。多年草で草丈は20から40センチメートル。上花が咲くが、 花びらの色は白色から淡紅色に変色する。地表に近い葉は3から5列し、柄がある。茎は根元で分岐するが、仲間の姫ジョーンやハルジオ音よりも細く、捕服することが多い。果実は痩せかで白い毛がついている。石垣の間などに生える。ありがとうございます。